元徴用工側賠償申し入れ新日鉄住金は面会拒否という、ねえー、どこまでの長く引き延ばされるんでしょうかこの話非常にふざけた事件ですね。 どうしようもない事件といいますかね、あのこれ、この記事、共同通信の記事はね、元徴用工ということを使ってますね、見出しにも徴用工と、どうもこれ、話、いろいろ聞いてると、ででもないいらしんすよね正確にはですよね、実際には70何年前に、応募してきて、希望して就職して働いたということですね。希望して 就職して働いてるのにね、何が徴用工やでね、徴用されてないんですよこれはね。ええ、だからもう日本のその報道の文章にも非常に問題がありますねこれ。ああはあ、はい、徴用工なんてことですね。ええ、でなおかつですね、もう七十年も前に終わったことを、えええー、給料を払えて、ええええ、こんな無茶苦茶ことありますかね。ええ とっくに昔に時効ですよね。もし仮に払ってなかったとしてもね。でも実際にはですね、こういうその、まあ、応募してきたんですから、当然給料払われてるのに当たり前ですよね。はあ、はい。で、にもかかわらずまた給料を要求するっておかしいんですが、仮にこの、 今回はこれ徴用工じゃないんですけど仮にこれから徴用工が元徴用工がいろいろやってきたとしてもこれは日本は全く応じる必要がないんです。これは先週も私申し上げましたけど1965年の日韓条約ね日韓基本条約あるいは経済協力という形でやったその条約でですねもう一切合う保証は えー、完全かつ最終的に終わってると最終的かつ完全に終わってるということがこうその,あの文章が明文化されてますのではあ、はあ、もう終わりなんですよ。えー じゃあ、実際ね、その時に、じゃあ、あの、お金が足りなかったとかいうことを言う人がたまにいますけど、えー、とんでもないですよ。足りなかったどころか、うん、もう払う必要のない金を日本払ったんですよ。うん、で、えー、本来日本はですね、韓国に、えー、そういう賠償する義務は本当はないんですね。<ー>えー、にもかかわらずそれをやったと。えー、で、なおかつですね、まあ、それはやっぱり日本は、まああ、まあ、まあ、併合時代にやっぱり申し訳ないこともしたかなということで、まあ、 意識ので,ですからね、ね、うんえー、これはあくまで、ねうん、賠償金じゃないんですよ、うん、あの戦争してませんから、えー、戦争した国、例えば日本が実際に、えー、東南アジアを一時的には、まあ、あ<ー>占領して、あるいは、えー、支配したということがあります、うん、そういうものに,に関してはやっぱり賠償金なんですけれども、うんえー、日韓条約に関しては賠償金じゃないんですよ。 経済,協力経済協力金、あくまでね、えーえー、つまりもうそこも大事なことです、うん、賠償じゃない、経済協力金、その経済協力金がですね、えー、日本は他のいろんな東南アジアとかそういう国を、まあ、含めてですね、うん、圧倒的に払ってるんです、韓国に。前にも申し上げましたけど、韓国に払った金が当時11億ドル、えー、でこれ、外貨でね、うんえー、つまり外貨というのはドルです、はい、ドルで11億ドル払った。 でこの11億ドルのうちはどういう金かというと当時の韓国の国家予算の2.3倍、国家予算の倍ですよ11億ドルの中身はです、ねまあ、優勝、それから無償、無れ世界民間社会といろいろあるんですが、まあ、とりあえず<ー>、総計して11億ドルで、えー、これは全部、先ほど言いましたように外貨で払った。 18億,18億ドルしかなかったんですよ。 18億ドルの中からの11億はい、ほんでね、当時、日本の外貨というのは、もう本当にね、ものすごい大事なものやった。つまり、外貨がなければ、世界中から物を買えないんですよ。例えば石油を買うにしても、え鉄を買うにしてもね、いろんなものを買うにして、あの、当時、日本の円は、今でこそ円は強いですけど、当時、日本の円は国際通貨じゃありませんから、あの、物を買うにはドルしかない。で、当時、1ドル360円、これはないことついたんですが、実際にはですね、1ドル360円、 じゃなくて実際には1ドルは700円が1000円ぐらいの価値あったんですよ、実際に例えば、固定レートで1ドル360円ですけど、昔はね、じゃあ、360円当時、日本持っていって、銀行持っていって、1ドル変えて、これ、変えてくれません、自由為替じゃないですから、あくまで固定レート360円なんですが、これ、だから実際にドルを手に入れると、闇ドルって言って、こっそりとドルを手に入れるしかなかった、その場合い大体その倍ぐらい、700円ぐらいと言われてました、700円から1000円とか言われてました。 その時代のドル、だから当時日本はです、ね、ドルの持ち出しに関してはものすごく厳しかったですよ、えー、ドルというのは日本のいわゆるその国益を左右する大きなものですから、だから、えー、先ほど言いましたように、銀行で自由にお金をドルに変え日本円をドルに変えて、ー、それを勝手に海外に持ち出されたら、えー、日本の財産が減りますからね、えー、で日本は戦後、昭和20年の、まあ、8月15日、戦争を負けてからです、ね、えー、もう本当死に物ぶりで働いて、働いて働いて働いて,働いて,働いて,働いて でやそのドルを手に入れたのももちろん借金して、うん、借金して石油を買うあるいは鉄を買う、えー、そんなふうにして買って、はい、原材料を世界から買ってそれを日本で加工して商品にして製品にして、うん、あるいは車に車を作るあるいはラジオを作るあるいはテレビを作る、うんはい、そんなふうにして海外に売りますね。はい、で売ってそのドルが入ります、うん で結局原材料を買ったよりも結局やって若干高く売りますよね、えー、でそのわずかな儲けけはこれ日本の儲けのこのドルを貯めて貯めて貯めて、二十<ー>、えー、何年間かかって18億ドルまで貯めた、えー、そのうちの11億ドルを韓国にあげたんですよ。 でなおかつ、それだけじゃないんですよ、えー、日本は3六年,年間ですけど、ね、実際は三35年間の韓国日韓併合時代にどれほどの金をつぎ込んだわけですよ、はい、日本の国家予算の当時、えー、ものすごい何割やったかな、うもうすぐ買ったくらい金をつぎ込んで、トータル持ち出しですもんね、トータル、30何年間ずっと持ち出して、えー、例えば学校だけでも5000何個作った<ー>、えー、鉄道は当時、えー、韓国鉄道は100キロぐらいあったと思うんですから、もうちょっとあったかな。えーそれを6 6000キロまで増やしたんですよね。だ鉄道を敷きまくったわけですよ。ほんで韓国の山は全部ハ山やったんで、その韓国のハ山にもうこれはあかんと。ハ山っちゅうのはね、あのあの何何かんか言うと、水が雨が降るとね、洪水が降るとその土砂がみんな流れちゃうんですよ。土壌流出する。で、ものを植えたりやるなってうのは、あの土壌っちゅうでね、あの 地面の上の大い土壌ていうのがあるんですがここに非常に超えた養分の土地があってだからこそいろんな植物入れ植える麦植えるにしてもなるんです。とところはこの土壌が流れてしまうとあとは岩だらとか砂とかいわゆる耕作に農業に適さないようなことになっちゃうんです。ですからそういう意味でもしかも。 えー、山に木がないと山全体あるいは土,あの土地全体が保水力を失うんですよ、うん。ですから古来館ということで日本はですね、うん、その韓国全土の萩山にですね、うん、約5億9千万本、万、ま、本、あ、6億ですね、うん、約6億本の木を植林して植えたんですよね。はあはあはあ それだけじゃないですよその護岸工事はする、川に護岸工事をする、それから各海にはもう港湾施設を作る、はいはい、それからため池を思いっきり作る、農業用ため池をいっぱい作るで、さらに水力発電所、あるいは火力発電所、はいはい、それから大きなビル、例え、はい、ばあのその観光庁のビルとかね、はいはい、あるいは大学も作りましたね、はい、もうそういう、三十何年間でそういういろんな施設をいっ作った。はい これが戦争終わって日本は全部放棄したんです、これ、うん、あはもう上げますと、えー、でこのお金がですね、えー、資産で当時、えー、換算して53億ドルって。うん 億それもドルです。ドルに換算するとね、<ー>ドルに換算すると約五十三億ドル。<ー>つまり五十三億ドルの資産をすべて放棄した、上げた上に、うん、上にさらに十一億ドル。 その時に日本政府は、個人保障もしないと、ついでにね、えーえー、当時、日韓併合時代にやっぱり迷惑を被った人、やっぱりいろんな慰安婦の人もあるんでね、うんえー、そういう人に対して、うんえー、個人保障をしたいんで、うんえー、そういう資料を出してくれと韓国政府に言うてるわけです、うん、だそうすると韓国政府はいやいや、いい、いい、それあの、それは全部、うちが。 うちがやる政府として政府として,て、えー、そういうのをやるからその分の金も全部くれや言ってほんで、はい、その分の金もだから全部やって、うん、それがだから、うん、その11億ドルの金に入ってるわけですよ、えー、だから国家予算のね2.3、うん、倍の金払ったところが韓国はその金を個人賠償に回さなかったんですよ全部自分の懐に入れちゃった韓国政府は。 ですからね、うん、あの慰安婦の人とかですね、うん、あるいはその徴用工の人を訴えるのは、えー、数字違い韓国を訴えると、えー、韓国政府を訴えるがらそういうことなんですよ <laughs> その韓国政府は、うん、まあ、この韓国政府は今この判決を尊重するといったコメント以外特に 日本はちょっとええかげんせえよと法律ちゃうやろ、これこんな裁判はないやろと最高裁がね武田辻さんには最低裁判所と言いますけど韓国の最低裁判所の判決はおかしいやろと政府としてなんとかせえや言うたらほんなら韓国政府は。いいやや 三件分類がありますから内閣と司法は別ですからうちゃらも言いませんとかでこんなふざけたこと言ってるんですよね。で今回ですね要するにお金を払えと東京・千代田にやってきたんですね新日鉄本社にやってきて新日鉄側は面会を拒否して会わないと当然ですねこれ。ね あのおそらくこれ書いてます、ね、日本政府は賠償要求に応じないように促していてこれは当然です、うん、これね、実はまああの企業としてはね今回、新日鉄は別にしてね大きな企業は例えば韓国で商売をしているという,、うん、と,いうところがあったとしてそれが仮に、まあ、新日鉄のように訴えられたとしましょう。うんえー で、まあ、それが例えば、まあ、何千万として、ほらね。あの、まあ、はるとこかと。その程度の金やったら。あの、あの、韓国で、実際に商売したら、何億儲かるんやから。まあ、何千万ぐらいは、まあ、投資で払っとこと。いう企業が。出てこないとも限らない。これね、一社でも出てるってやることですよ。これ一社でも出てきたら、あ。いけるんだと。 売ったら金になるんだって飛んだてやります確かにね韓国はね、えー、日本企業にとってそんなおいしいマーケットじゃないですよ。うん、で、厄介なのは中国、うん、中国は十何億のマーケットがありますから、うん、大きいですよね。うん、で、ただ戦前中国で商売してたところでやっぱり中国人を使った企業もあるんですよ、昔ね。 強制労働とかじゃなくてね、はい、やっぱりその当時の、えー、中国人を雇った企業もある、うん、でそれがですね今回、例えば韓国の,この今回の徴用工問題みたいな形で訴えてきて、えーはい、いやまあ中国で商売したいから、うん、あるいは中国で物を売りたいから、えーまあ、ハロとこかいなという企業がね、うん、出るたらえないことですよ。うん、これはね 政府としては、もう絶対厳重に、絶対払ってはいけないという、やっぱりこの強い指令を出しとかなきませんね。どう考えても筋違いにもあまりにもね、もうひどいんでしょう、あまりにもあまりですから、70年も前のね、しかも払ってるんですよ、当時ちゃんと。でこれはねまた 有本さんが来たらまたちょっとじっくり話聞きたいなと思うネタでもあるんですが、うん、というのは。うん えー、このネタもですね有本さんが調べてくれましたけど、はい、あの実はこのネタを掘り返してきて大きな問題になしたったというのはこれ実は日本側っていう話もありますね<ー>日本のいろんな反日団体とかそういうのがこういう問題を一生懸命掘り起こして、はいえー、これをそのたきつけて問題にしたと、うん、だからこれねまるでその従軍・慰安婦の強制問題<ー>それから、あのー、靖国閣僚の靖国神社参拝の非難、はい えー、そしてとあ,とあともう一つ南京大虐殺、えー、これ全部これ日本初ですからね,ね、はい、この記事の中にも原告の弁護士や日韓両国の支援団体がとありますからうんそれをおそらく指すんでしょうねそうですねいやあひどい話ですわほんまにねえ わさわざね。はい。あの、ま、あ今私が言うたようなこともですね、え全部この、当然、日本国旗のよ日本国旗にも、ちゃんと現代支援のところで書いてます。日韓条約はどんなもん、どんなもんでやったかとか、全部書いてますし、さらに、 長魚この話も書いてますはいいや実はねこれ書いたのはもう大前ですけどこんなあのもうもちろん夏ぐらいにずっと書き終えてんですがまあ今回の長魚裁判がねあの結果があったわついこの間ですけどいやまるでこのよう予測してたより書いとるなとはい大したもんですわカエルの楽園とはまた一つ違った一種の予言書に自滅そてますかはいはいありがとうございます。